呪の城、関呪の城は、現在の埼玉県埼玉市大宮区にあった、日本の城である。県指定旧石永禄3年頃に、岩月大田市の岩月城の市場として建設された。初代城主は、岩月城主、大田助政の四男の牛を田助田がである。岩月から見て、西方の、見沼の対岸に築城された。 氷川神社を後ろにしており、大宮大地のほぼ中央に位置する。かつては、北と南に、それぞれ見沼の入り江があり、水に囲まれた城だった。大宮大地を挟み、入間川の対岸である川越城との中間に位置する。大田助政の着南志士が、五法城四方に属して、岩月城主になると、樹の城も五法城方の城になる。 天正十八年の豊臣秀吉による小田原征伐の際、北条に従って小田原に牢上した上主の牛を助けただ、師匠氏は四月十八日に小田原城にて戦死した。岩月城と樹の城も豊臣方の朝野長政軍に攻められて五月に落城し、家来やその祭祀は見沼に身を投げたと言われる。このことから大正から昭和初めに村人肉用を願って、 現れたホタルになった姫の話が伝わっている。その後は、廃城となり、徳川家康の地下に、一体の開発が命ぜられ、城主はほとんど失われたが、徳川に下った、佐忠の子孫である、小賀藩が老武士小田四法が、原文三年に、尾田慶信の北沢神野城に、佐忠の墓碑を城跡に建てさせた。1926年3月21日に、 埼玉県史跡に指定されたが、太平洋戦争時には上司に校舎砲が付設され、移行の破壊がさらに進んだ。なお、この校舎砲は当初大宮公園陸上競技場に設置の予定であったが、関係者の反対により、上司に設置されることとなった。終戦後は、上司の大半が市街化し、1958年2月16日に上司の中心である母妃の周囲が、 広さ0.387ヘクタールのことぶ農公園として整備され、同年4月15日開園式が挙行されたが、上司の面影は残っていない。1962年に、史跡から旧跡に指定変更された。周囲には、デ炭層から大量の土器、石器、土偶、漆器などの遺物が出土した、縄文時代の遺跡、ことぶの大遺跡がある。ありがとうございます。